あ、先行か。先行になっちゃった。オープンザフラッグ。オープンザフラッグ。レジェンドワールド。お、これはレジェンドの。アイスブレイドジョーカー。ああ。なんだろう。何系なのかちょっとわかんないですが、じゃあチャージ&ドローから。チャージ&、はい、あ、ちょっと待ってよ。チャージ&ドロー。なんかまずい感じだな。コールして1点から。はい、どうぞ、いきます。では戻ります。はい、です。ドロー。ちょっと前に。よし。ドロー。アタッカーがいない。あ、そっちもモンスター引かないなんで。全然いないです。じゃあ、どうしよっかな。ケージ1、装備。はい。ウエスサンド。はい。じゃあ、野中口をドン。はい。強い話は。1点で。これ強いです。ずっと湧いてくるっていう、ね。もう1点。どうしよう。まだ受けていいのかな。いや、ちょっとゲージ増やしとこうかな。はい、どうぞ。フードです。ドローします。ドロー。あ、やっといいカード引いたぞ。チャージ&ドロー。じゃあライフ2払って、はい、開脚2ドローします。1枚2枚やばい、俺のバディが引かない。まずいぞこれ、まずいぞ。バディ不在。バディがいないぞ。どこ行った俺のバディ。しょうがない。これはあれです、スタードラゴンワールドのコール、あのバリアブルコードにコール置いていきましょう。多分ドーンは湧いてくるから放っといてもいい気はするんですよね。じゃあセンター受けます。取った2点センター。それも受けます。2点センター。じゃあ、それ守ります。はい、終わりです。はい。ドロー。いや、本当に引かない。アタッカー引かない。チャージ。ドロー。これも、まあ、まあ、開脚引いたから、まあ、まずまずなんだけど、バディを引いてこない。じゃあ、設置。ダメージコントロール。おー、強いな、それ。キャバルリア、そう。じゃあ、キャバルリア。はい、センター。センター。1点。1点。エンドです。ドロー。なるほど。なるほど。なるほど。どうしよう。これは、チャージ&ドロー。アインにすると時々回らないですね。そうですね。やっぱ初手がね、またリオで吹いた。やっぱ4枚きついんだよね。2ドロー。お、強い。竜王だ。プラス1、ゲージ1、ワンドロー。多分ゲージにいろいろいっちゃってるパターンだね。ですね。ゲージ1払って、はい、押し出しコール、スターガーディアンの方です。そっか、それにも乗れるんだ、ゴリゴリって。そうですね。これどっちで、打撃力を上げる方をソウルインします。はい。今んとこ1点1点で2点までしかないみたいなから、センター開けるプレイングでいいんじゃないかな。ゴールゴール。はい、じゃあまず4点ファイター。うん、じゃあそれダメージコントロール起動。はい、じゃあ捨てて2点減らします。じゃあで2点になると。でこいつの効果センターにゴール。あ、捨てられたらゴールするみたいな。そうですね。あ、3000。うわ、連携しなきゃいけないのか。ドーンは無視していいとして、じゃあ連携、じゃあ破壊されるとき、ボスヤガード、はい、じゃあチャージ&ドローします。破壊されたときにチャージドローシステム。はい、じゃあブーメラン戻って終わり。はい、ドロー。いや、本当に回らない。視力が一体も来ない。どうしよう。そうだね、こっちでライフに余裕があるっていう。来たっちゃ来たけど、うん、じゃあコール。あ、これはあって、そう、まずい感じのが出てきた。捨てられないですね。はい、どうしようかな。ああ、手札を捨てると破壊で、まあ、捨てた月の効果と噛み合うって感じ。そうですね。でも下にこれがいっちゃったんです。あ、なるほど。またつ、なんか。いろいろ噛み合ってない。うん、じゃあ、こいつの効果、はい、捨てて、はい、ジャックナイフの破壊へ。わかりました。じゃあ、ソウルガード。はい。じゃあ、
8000。はい、松さんどうしよう、あーどうしよう、次引くと信じるんだったら受けてもいい。はい、じゃあ受けた。じゃあ4000。ここ残すか。でももう次も3000が残ってる。じゃあ受ける、うん、はい、じゃあ点数打った。はい、受けた。受けたです。ドローします。ドロー。じゃあチャージなし竜王でじゃない、開拓、はい、俺もそろそろ決めに行かないとやばいと思う。うわ、引かないな。スローン張ります。はい、うわ、ちょっと腰確認しますよ。完全持ちがいるな。7000、うわ無理だ。ゲージ1払って、はい、あ迷う。このターン決めきるのは難しい。センターにスターが出て効果で7000になってるから、こいつを入れないと突破すらできないということでね。入れる。7000になりました。はい、どうぞ。でこう、じゃあ7000でアタック。じゃあグレムリンの長所、はい、これは何でしょう。どう、あ向こうにする。連携じゃないと向こうにする。やっちまった。連携されたらやばい。ナイフ1払って払わせよう、はい、どうぞ。エンド。どう、じゃあこいつの効果、はい、ライフ1払って、はい、ナイス。地味に一応何枚か積んである、うん、じゃあ2回攻撃とかではない、はい、感染もないから、このターンは耐えれそうだけど、だけどって話。じゃあこいつの効果で、はい、捨てます。はい、高いへ。これがだ。じゃあどうしようか。7000連携。7000連携。はい。と、はい、くれました。じゃあ3点センター。3点センター。あ、クリアだ。オッケーですか？はい、オッケーです。です。ああ、ドロー。ジャック引けドロー。ジャージアンドドロー。引かない。くそ、引かなかったぞ。まずいぞ。じゃあゴールして、はい、しっくり、またドロー。じゃあ、行きます。処理して終わり。エンド。はい、ドロー。多分ジャックこっち行ってるな絶対。完全にいたんす、絶対行ってる。どうする、ドーンを白色で使う。じゃあドーン使います。でも残り2になったら結構パツパツで、はい、そっちもチャージなしで、はい、じゃあ3点センター。3点は断る。はい、1点。受ける。はい、もう1点。受ける。エンドです。ドロー。お前か、お前じゃねえな。お前じゃねえな。くそー。でもまあマシっちゃマシか。引くと死んでチャージアンドドロー。引かない、引かないか。コールして効果使いません。はい、でドーンにアタック。ドーンにアタック。じゃあ破壊されるときこれでチャージ&ドローします。チャージ&ドローする。あー終わりです。はい、くそ、ジャックどこ行った。スターガーディアン出てきた、ね。スターガーディアン上ばっか引いてるんだ、うん。じゃあ3点センター。3点センター、縦ばっか引いちゃってるから。エンドです。あ、意味や。あ、そう、じゃあ受けて、でドロー、チャージ&ドローを、やっと引いた。ゲージ払って、いいんじゃねえか。ジャックナイフドラゴンコール、はい、バディコール。あ、禁止溜まってるからな。で2ゲージ払って、はい、やべえ。いるかな。あ、いた。スターガーディアン、ジャックナイフ。そして効果で貫通、貫通ですね。貫通を入れて連携すればいけんじゃないかな。ないんだよ。負けたくさいな。やばい。これいけたんじゃないかな。で連携1万の貫通3です。じゃあダメージコントロールのスキル。あ、そうか。それがあったか。1点加えます。はい。はい。あれ。半分忘れてた。あとソードガードを突破できるな。はい、ソードガードな。はい。あれです。はい。あぶねえ。そっか。コントロール。怖え。決まったと思ってた。俺も忘れてた。チャージアンドドロー。
確かに。今年ミラダンテ買った方がいい。落ちてるね。じゃあミラダンテあるじゃん。スンデレガード強いで、確かブレッフェンが落ちてるので、はい、無料で2ドロ引きます。はい、おーなるほど。ああ。じゃあ。上書き。上書き。はい。ページに。はい。そういう。ああ。ページの新ネタ。なんかすごいな今日。使いたいカードが全部下に。確かに捨てたいカードがそれに入ってるですね。なるほど。じゃあ、ピザ屋ガイツ、はい、登場した時、はい、ソウル剥ぎます。選んでいいんだよな。全部剥ぎます。あ、全部、はい、うわ強い。いや、今びっくりした強い。あー、怖い。どうしようかな。どうしよう。じゃあ、連携でジャック。連携ジャックか。さあ、つれまた引くかな。引くと真珠はやられた。じゃあ、3点真ん中。そこは、受けようか。はい。エンドです。コントロお、悪くない。チャージなし。2ゲージ払って3枚引き2枚捨てるやつ。1。それはでかい。2、3。お。2枚捨てる。1、2捨てる。はい。1ゲージ払って、ジャックナイフ。はい。ちょっと待ってください、ね、ケージがない。今スターガーディアンジャックナイフが 3枚ぐらい出てきます。3枚いってるからこっちに1枚残ってるかな。そうですね。じゃあ使ってみるね。はい、はい、あ残ってるね。じゃあ貫通持ちを入れるよ。それしか1枚さえ落ちてれば使える。魔法ケースか、ま、貫通持ちかどっちかなんだけど貫通持ちを入れます。はい、それで魔法で止められたら終わりなんだけどね。じゃあ連携の1万の貫通3。あ、無理だ。無理。ダメージコントロールでも1点だから。これ2点しか減らせないんですよね。そうだね。ありがとうございました。ありがとうございます。ギリギリ勝った。いつもタクチャンネルご視聴いただきありがとうございます。この度タクチャンネルはゲームマーケット2015秋に出展が決まっております。ゲームマーケットというのはボードゲームとかアナログゲーム、カードゲームのイベントなんですけども、それに向けてですね、オリジナルのゲームを開発真っ最中です。その制作中のゲームについての情報を YouTube の再生リストの方で少しずつアップしていますので、もしよろしければチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。